皆さんこんにちは。ツーリズムエキスポジャパン2023大阪関西の広報アンバサダーを務めています NMB48 の小島かりんです。私は今ですね、韓国観光公社のブースに来ています。はい、合計26ものブースが集結するこちらではですね、ギュッテさんやくすみまさゆきさんのスペシャルトークショーをはじめ、韓国アイドル風のメイク体験のできる場所もあったりします。さらにですね、こちら巨大ガチャの体験やフォトスポットもご用意していまして、皆さんをお待ちしています。ガチャ抽選ではなんとこちらにあるんですけれども、ジンエアで行く日韓往復航空券といった豪華商品が登場するとのことです。ということで、私も一回挑戦させていただきたいと思います。いいですか？よろしくお願いします。ありがとうございます。ここに、はい、一周、はい、行きます。お、お、来た。お、あ、来ました。あー、じゃん、このブルダックのカップ麺が当たりました。こんな感じでもう当たり外れないですから、皆さんもぜひやっていただけたらと思います。はい、ということで、韓国の魅力がたくさん詰まったブースとなっております。ツーリズムエキスポジャパン2023大阪関西の一般公開日は10月28日29日となっております。皆さんぜひ会場で思いっきり楽しんでください。皆さんこんにちは。ツーリズムエキスポジャパン2023大阪関西広報アンバサダーの NLB48 です。私たちは今会場のインテックス大阪に来ています。はい、会場ではですね、全国味自慢のご当地丼が集まり競う全国ご当地丼選手権の番外編が行われていて、日本各地のよりすぐりの丼が堪能することができます。今日、私たちは愛知県のうなぎまぶし丼、はい、そしてかりんさんは熊本県のハンバーグとステーキ丼、そしてケイトちゃんは北海道のネバトロ海鮮丼をいただきたいと思います。それでは早速、いただきます。どうしましょうか。いただきまーす。めっちゃ美味しそうです。ちょうどいいサイズ ね。ハーフサイズなので、2個ぐらいパクっていけちゃいそうですよね。それではまずうなぎいただきます。ふわふわです。めちゃくちゃ脂も乗ってて、めっちゃ美味しいです。これは贅沢ですね。皆さんもぜひ、いっちゃってください。ステーキ。美味しいですか？ケイトちゃんも海鮮。わ、ネバネバ。わ、美味しそう、二人とも。美味しい。この三つ以外にです、もうですね、海鮮からお肉まで全部10種類あるということで、味自慢のご当地丼、皆さんぜひ召し上がってみてください。ツーリズムエキスポジャパン2023大阪関西の一般公開日は10月28日、そして10月29日にあります。皆さんもぜひ遊びに来てください。